あの人との約束の当日は、昼過ぎから雪になった。栃木って行ったことあるか。向こうの中学に手続きするってごめんね。僕たちの前には未だ巨大すぎる人生が、暴漠とした時間がどうしようもなく横たわっていた。彼の心がどこにあるのか分かった気がしたのに。